ちは、タグロンの横田です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。細々と活動を続けてきたインターグローなんですけど、今年の8月になんとインターグローは活動5周年を迎えます。ゆっくりでもここまで活動を続けられたのはご視聴いただいた皆さんのおかげだと思っております。本当にありがとうございます。さて、活動5周年を迎える8月、インターグローより重大発表がございます。こちらの動画をご覧ください。見ていただけましたでしょうか。動画は友人のおにぎりくんに撮影をしていただきました。では改めて発表させていただきます。なんとこの度インターグローと日本のヨーヨーメーカーハイドランジア様でコラボヨーヨーを出させていただくことになりました。ハイドランジアさんとは以前より写真や組み立てなどでお手伝いをさせていただいており、そういった経緯からの今回のコラボとなっております。ヨーヨーの詳細についてお話をさせていただきたいと思います。こちらのヨーヨー、名前をダリアと言いまして、ハイドランジアさんとしては初の中国生産のヨーヨーとなっております。直径は 55mm、 そして幅は 42.3mm、 重量は 66.4g と、少しコンパクトかつ重量を持たせた塊感のフィーリングの特徴になっているカジュアル向けのヨーヨーです。こちらのダリアには振ってない時でもいいと思えるヨーヨーというコンセプトがあります。例えばなんですけど、冬場とか上着着てる時にポケットの中に入れて握りしめるヨーヨーだったりとか、あと一人でお酒飲んでる時とかにこう握ったり眺めたりとか、そういったところに一番適しているヨーヨーだと考えております。ダリアのカラーに関してですが、2色プラスアルファで発売がされます。まずはこちらのカラー、キャンパスリーフについてお話しさせていただきます。色がキャンパスグリーンというカラーに近いことと、こちらのマグノリアのスプリングリーフというカラーからの着想を得ているため、そちらを合わせてキャンパスリーフというカラー名になりました。黄緑色にはこれから成長していくといった意味合いがあり、共に成長するという意味を持ったインターグローとは非常に相性のいいカラーであるため、こちらを採用させていただきました。次にこちら、コットンキャンディーというカラーです。クエルクスとかマグノリアとか、ピンク色のヨーヨーってちょっと経験則からふわふわしたフィーリングになるんじゃないかなっていう傾向にあると思ってて、こちらのダリアも狙い通り、キャンパスリーフよりもさらにふわふわしたフィーリングになっていることから綿あめを連想して、そこからコットンキャンディーという名前を付けさせていただきました。そしてプラスアルファですね、ブラストとロゴの入っているこちらのシャイニーグリーンとシャイニーピンクをご用意させていただきました。ダリアの曲線はシャイニーになることでさらに違った魅力を見せてくれますので、こちらもぜひチェックしていただければいいなと思っております。ハイドランジアのヨーヨーといえばおしゃれなパッケージに魅力を感じるという方もいらっしゃると思います。今回もちろんダリアの方にも特別なパッケージをご用意させていただきました。こちらですね、ハイドランジアさんの第1作目であるラウルスの箱をベースに、現行の箱と同じ大きさにさせていただきました。インターグローのロゴの入っているキャンパスリーフとコットンキャンディーに関しては箱にもインターグローのロゴを入れさせていただきました。インターグローのロゴの入っていないシャイニーグリーンとシャイニーピンクに関しては、こちらのハイドランジアさんのロゴのみの箱となっております。実はインターグローを始めた時からいつかインターグローのヨーヨーって作りたいなって思っていたので、それを、一番大好きなメーカーであるハイドランジアさんと共に実現できたことをとても嬉しく思っております。ダリアを、そしてこれからのインターグローを今後ともよろしくお願いいたします。